はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の空間ベクトルの内積4をお送りします。で、これで内積最後ですね。で、次回からはね、1ベクトルに入っていくんですが、で、最後は問題演習で、ここは大きな問題が1問の中に小問が2問入ってるタイプです。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ見てね、分かるように最大最小の問題です。で、今回は A ベクトルと B ベクトルに成分が与えられてると。で、 T はまあ実数って書いてありますけど、まず1番、まあ両方共通なんだけどね、 X ベクトルを A ベクトルプラス TB ベクトルと置きます。で、そう置いたときに、大きさ、これのね、大きさが最小となる X ベクトルを求めようっていう問題。で、これはですね、平面ベクトルの時もちょっと似たタイプの問題やったんですが、まずこれを使って置いていきます。じゃあいきましょう。これちょっと共通なんでね、1番2番書かずにいこうかな。で、これが A ベクトルプラス TB ベクトルなんで、ちょっと当てはめる。A のとこが、0、2、1だと。で、プラス t 倍の b が2、3、1。ってことは、これ成分で置いてしまえば、0プラス 2t だね、x は。だから0いらないんで、x 成分は 2t です。で、y 成分は2プラス 3t。なので、まあ一応入れ替えてね、3t プラス2。で、z が1プラス 1t。まあ t だね。だから、t プラス1と。まず、x 成分は普通に置いたと。まあ、入れただけで、これはね。で、今回、1番も2番も、大きさがって話をしてる。大きさってこれ絶対ついてるね。てことは、大きさを出さなきゃいけないと。で、普通に大きさを出していくと、こうやってね、x ベクトルの大きさはってやると、2乗して、2乗して、2乗して、足して、ルートなんだよね。で、ルートでやってるとちょっとめんどくさいので、先に2乗しちゃいます、こっちを。先に X の、X ベクトルの大きさの2乗を考えるよって。なぜなら、ルートを外したいから、右側の。つまり、ルートを外せるので、2乗して、2乗して、2乗して足すだけで OK です。だから全部2乗して足します。よし、行こうか。これ2乗すると、4t2 乗でしょ？で、プラス、一応、括弧の中で暗算したから 3t プラス2の2乗なんで 9t2 乗プラス 12t プラス4で、プラス括弧これの2乗なんで t の2乗プラス 2t プラス1と。で、全部ね、合わせていくと t の2乗が14t2 乗か 14t の2乗で、 t がプラス 14tで、ここがプラス5か。こうなります。で、結局、まず1番に関してはね、大きさが最小となる。で、大きさって正なので、2乗が最小になってれば、当然 X ベクトルも最小なんです、大きさは。2乗取ったとしてもね。これが正だからさ。こいつがか。なので、これを普通にも平方完成して、2次関数で考えます。で、まずあいつ平方完成、ちょっと懐かしいですけどね、平方完成すると、14くくり出して、t で、1が残ってるから半分の2分の1の2乗。で、これ2分の1、2乗して引きたいんだけど、マイナス4分の1、これくっつけるとマイナス2分の7。で、マイナス2分の7とこいつ、2分の10をくっつけるから、プラス2分の3っていう、口で言ったって意味わかんねえよっていう感じね。で、ここに関しては平方完成の動画は別で撮っているので、そっちで確認してください。あそこでガッツリやってますんで申し訳ない。ちょっと不安な方はね、平方完成が。で、こうなりましたと。で、これちょっと1番2番共通で使うので、今から1番いきましょう。結局1番に関しては、2番はね、 t の範囲が決まってるんですけど、平域がこっち決まってないので、最小になる時ってこれ、ここが14だからさ、下に凸じゃん。こういうカーブね、下に凸。ってことは、最小って頂点の時じゃん。一番下だから、頂点が。ここが下なので、もうちょっとグラフ書かないよ、1番に関しては。だから、t
t が頂点、まあ、軸でもいいけど、マイナス2分の1の時に最小を取ります。時に、最小値、まあ、最小値関係ないんだけどね、この問題はちょっとね、意味がないんですけど、最小値が2分の3なんですが、今、2乗は2分の3なので、まあ、一応書いておくと、最小値 x2 乗が2分の3となります。もしその時の大きさを出せだったら、この2乗を取りに行くんですけど、ちょっと今関係ないんでね、やりません。で、結局、求めたかったのはこれです。x ベクトル。でしょ？で、x ベクトルはここだからもう。x ベクトルイコール、こう置いてあるからさ。なんで、t がマイナス2分の1って分かったから、あとここに入れるだけ。マイナス2分の1を。で、入れていくと、まあ、一応寄って、x ベクトルは入れると、マイナス1。で、これがマイナス2分の3だから、2分の4と足して、2分の1か。で、ここも2分の1か。計算するとね。はい。これがまず1番の答えになります。で、2番の方はですね、今度最大求めるんですけど、t が範囲が決まってる。まあ、辺域が決まってるのね。だから一応グラフ書いて勝負します。これはどうしようかな。右の方が、右待って、どこまでだ。この辺までいけるかな。ちょっとざっくりで申し訳ないです。これ入った？あ、入ったよね。Y はって置いてないけどごめんね。こっちは t にしようか、じゃあ。で、頂点がマイナス2分の1の2分の3なので、ちょっとざっくりですけどね。マイナス2分の1の2分の3。で、下に1つなので、よいしょ。まあ、こんな感じやと。で、ほんと2次関数の時と同じなんだけど、t がマイナス2から2なので、ちょっとね、図の関係でおかしくなってるんで許して。まあ、こっからここまで。ここのグラフを考えるよって言ってます。ここ。あとは消しても構わない。まあ、見なきゃさらっていいけどね。こうなってる感じ。で、最大ならば、どう見ても2の時だよね。右側の方が高い位置に来るから。まあ、なぜなら、ここの頂点で離れてるからね。右の方が。なので、t イコール2の時、一応こっちも書いておこうか。こう関係ないけどね、ほんとね。最大値、また、x ベクトルの大きさの2乗が、2を入れると、ここにいたら楽だな。2乗して、2が4だから、56足す。28足す5。うむ、84、89か。まあ一応そうなると。関係ないんだけどね、ここはね。で、t が2の時って分かったので、さっきと同じです。もう入れるだけ。よって、x ベクトルは、2入れると4。で、次が8。で、3か。2だから合ってるね。2、2が4。大丈夫ね、OK ですね。といった感じになります。なので話としては、まあ、2次関数に結局持ってってるね、両方ともね、まあ、2次関数になってしまうんだけど、最大最小の問題だってこともあってね。だけど、まあ、スタートがまず x ベクトルをこのね a ベクトル b ベクトルを使って置くと。で、置いて大きさを考えるんだけど、こうルートつけるとめんどくさいからね、まあ、2乗をつけてこういう風に考えていって平方完成して解こうぜみたいな流れで、ぜひね、やってみてください。では、今回は、高校数学数 B の空間ベクトルの内積、丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からですね、最初にも話したように、1ベクトルと図形というタイトルでね、またシリーズでちょっとやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。